人造フェンサーの軍隊への対処法、やはり今のままではお手上げですね。なんだなんだ、情けないなシャルマンは。あの程度の連中に降参するなんてよ。ではファング君には何かいい考えでもあるのですか？勝てない敵を前にしたら取る方法は一つしかないだろう。こっそり後ずさりする。何逃げてんのよこのバカ。無理して戦っても腹が減るだけだ。あんな大人数ならなおさらだぞ。相手にしなきゃいいんだよ。となるとすぐにこの世界はドルファの天下になってしまうでしょうね。女神の復活も叶いませんわ。うむ、それは困る。なんかいいアイデアねえのか。こっちの戦力が一気に増えるみたいな話がその辺に転がってりゃ楽なんだけどな。そんな都合のええ話が。あるよ。あら、トロちゃん、いらっしゃい。戦力増やしたいんだよね。あるよ。なんだなんだ、ずいぶんと自信満々じゃねえか。こいつは期待できそうだな。もしや商人のつてで腕利きの傭兵を紹介していただけるとか。そういうのは助かるっちゃ助かるけど、このパーティーは貧乏だぞ。大丈夫、お金の心配はいらないよ。腕利きなのにただで助けてくれる傭兵がいるってのか。そいつは願ったり叶ったりだな。さすが大商人ロロだぜ。じゃ、なるべく早く会わせてくれよ、その強力な助っ人によ。じゃじゃーん、もういます。います？助っ人はどこに？ここに。お兄ちゃん、私を仲間に入れて。それって助っ人はロロってこと？対して損しちまったぞ。でもロロ、どうして私たちの仲間になりたいの？だって商売上がったりなんだもん。フューリーはドルファに借り尽くされていて、情報を仕入れることもできなくなっちゃった。だったらフューリーの情報じゃなくて商品を仕入れて商売すればいいじゃないか。それも無理なの。最近ドルファが商品の流通も独占し始めてきて、いい品を安く仕入れることができなくなっちゃったんだもん。まずいですね。ドルファの天下取りは思ったよりも早そうですよ。だからお兄ちゃん、私を仲間に入れてよ。お兄ちゃんたちと一緒にいればモンスター退治とか強奪とか入る機会も多いだろうし。強奪はさすがにしてねえ。そうは言っても戦えない方を仲間にするわけにも。それなら安心していいよ。私結構強いし、自分の身は自分で守ってきたから。だけどロロちゃん、下手をすれば軍隊が相手かもしれないのよ。そんなことに巻き込むわけには。大丈夫、フェンサーじゃないけど私妖精だし、フェアライズだってしちゃうんだから。ロロって妖精だったの？私は気づいてたけどね。やっぱりね。ハイラーのお姉ちゃん、たまに真剣な目で私のことじっと見てたから。ああ、興味津々だったからね。一度でいいから隅から隅までじっくりと研究してみたいと思ってた。でもまあ、それなら俺たちの仲間に入ってもいいかな。そうでしょうか。妖精とはいえこんな小さな子を戦闘に参加させるなんて。でも
ロロが仲間に入ってくれたら、ハーラーの興味対象が私から離れるかも。ごくり。アリンさん、ロロさんを生贄に差し出すつもりですか？うわー、そういう意味じゃなくて、ごめんなさい。心配とかしてくれてありがとう。でも、私はお兄ちゃんたちに協力したいって思ってる。何よりも、ドルファにはうーんと商売の邪魔をされたからね。仕返しにドルファをぶっ潰さないと、とてもじゃないけど気が済まないの。私はドルファをぶっ潰して、乗っ取ってやる。そいつは大した動機だな。気に入ったぜ。じゃあ俺がドルファの新社長になってやるよ。一緒にドルファを乗っ取るぞ、ロロ。ああ、なんや、えらい物騒なこと言うとるけど、まあ、ええ、心強い戦力が増えたということです。それでね、お兄ちゃんが探していた女神復活についての情報なんだけど。おお、調べてくれたのか。ごめんね、直接的な手がかりはまだ見つかってないの。でも、神器の宝石っていうのをドルファが探しているっていう話は聞いたよ。神器の宝石？なんだそりゃ。女神の伝説に出てくるアイテムの一つだね。女神の加護を受けている宝石で、邪神の正気を払うと言われているよ。そんなもんをどうしてドルファが？邪神の復活が近いということかもの。どういうこと？ドルファの思惑通り、邪神を復活させることができたとしても、何が起きるかはあやつらにも予測不可能。さればこそ、邪神の正気を払う宝石を手元に置いておきたいと考えているのではなかろうか。万が一の場合でも自分たちだけは助かろうということか。浅ましい。宝石の在りかは分かっているのかしら。噂だけどね、正義会が持ってるみたい。正義会？正義会、それは女神を信奉する人々の集まり。しかし信者の集め方、布教方法は苛烈、世間の評判はあまり良くない。正義会は女神の名を借りて激しい弾圧を行う軍隊のようだ、なんていう声もあります。また軍隊出てくるんかい。実際にフェンサーを団体に引き入れたりもしているようで、僕も声をかけられたことがあります。なるべく角の立たないように丁重にお断りしたつもりなのですが、女神を信じぬ愚か者とひどい言われようでした。それはなんというか、あまりお近づきになりたくないですね。そんな奴らにちょっかい出すのか。絶対に面倒なことになるぜ。ですが、神器の宝石を奪えればドルファの邪神復活は止められるかもしれないんですよね。いや、完全に止められるわけではないと思うよ。でも足止めくらいにはなるかもね。なんか面倒だな。お使いのためのお使いをしてる感じじゃねえか。ですが、女神復活の手がかりがない以上、足止め程度でも邪神復活を妨害できるなら、私はやるべきだと思いますわ。私もそう思う。ここでのんびりしてても状況が良くなるわけじゃないんだし。ええ、やりましょう、皆さん。邪神の復活は何としても止めなくては。
そうだね、ティアラちゃん。私も賛成だよ。ファング君もいいですね。仕方ねえな、付き合ってやるよ。ティアラ、お前なんか変だぞ。何がですの？昼間のことだよ。なんか力が入りすぎてるっていうか。あれ？ファングとティアラ？二人きりで何してるんだろう。何か気になることがあるなら話せよ。この俺様がパパッと解決してやるからよ。邪神が復活するということは、私が生贄として死ぬということですわ。さすがに話にも力が入ってしまいます。まあ、そりゃそうか。私はずっとこの身に流れる忌まわしき邪神の血に怯えて生きてきました。ですから、ファングさん、私は何をしてでも邪神の復活を阻んでみせます。ああ、俺たちも同じ気持ちだ。ですが、もし邪神復活のために私が生贄として利用されそうになったその時は、ファングさん、あなたが私を殺してください。生贄にされるその前に、どうか。正義会の本拠地まではそう遠くないよ。助かったわ。あまり遠いとファングの愚痴がひどくて着く前に疲れちゃうんだもん。うるせえよ。え、ごめん。なんや旦那、エロ不機嫌やないか。理由は知らんけど、仲間に当たるんはみっともないで。うるせえって言ってんだろ。こいつはかなり重傷だな。はあ、珍しいな。よっぽどの面倒事を抱え込んどるんやろうか。ティアラ、寝不足でしょう。若いのにクマなんか作っちゃって。え、はい、そうですね。あら、まあ、ずいぶんと上の空ね。恋煩いかしら。恋煩いって何？リンネにはまだ少し早いかな。もう少し大人になったら教えてあげるわ。やっぱり二人とも、あの時のこと。ですが、もし邪神復活のために私が生贄として利用されそうになったその時は、ファングさん、あなたが私を殺してください。生贄にされるその前に、どうか。おい、なんでそうなんだよ。生贄が必要なら生贄を消してしまえばいいんです。本心じゃねえよ。少なくとも私の意志とは反対のことに、この命が使われることはありません。使われるって。使うためのものなのです。バーナードにとっては私の命も。ですが、ファングさんもどうか同じように考えてください。なんだと。
私の命は邪神を止めるためのものなんだと。そう考えればファングさんが気に病む必要も。ふざけるな！てめえの命を道具みたいに語ってるんじゃねえ！邪神が復活するくらいならティアラは自分の命さえ差し出す。ティアラはそこまで覚悟してる。じゃあ私は、女神様が復活するということは私がいなくなるということ。私にはその覚悟が。私、この世界でまだたくさんやりたいことがあるのに。だったら女神様を復活させないで。アリンさん、表情が暗いですけどどうかしましたか？ごめん、大丈夫、なんでもない。邪神の復活を阻止して絶対に女神様を復活させようね。はあ。この収容所から正義会の本拠地に入れるんだって。こうやって隠れ家みたいにしとるっちゅうことはやっぱりやましいことがある団体なんやろうな。アンク、集中しているだけだ、お前ね。それならいいのですが、気負いすぎると逆に体が鈍りますからね。鈍っているのはお前の方だ。いや、早速お出ましのようだぜ。情報屋も一緒か。なるほど。ここに来た目的は新規の宝石ということか。ああ、お前にだけは渡せねえぞ。邪神は絶対に復活させねえ。アリ、フェアライズだ。うん、フェアライズ。どういうことだ、遊んでる場合じゃねえんだぞ。ごめん、でもどうして。私、なんで。フェアライズはお互いに波長が合わないと失敗するんだ。ファング君とアリン君の心がバラバラになっているということですかね。フェアライズできなくても関係ねえ。このままバーナードをぶっ飛ばすぞ。少し意外だったぞ。貴様がフェアライズできないだけで他の仲間も力を発揮できなくなる。貴様のような低俗な人間がパーティーのリーダーと聞いた時は何の冗談かと思ったが、あながち人選ミスというわけでもないよ。私は奥へ進む。舞台から兵士をいくらか残してこいつらの処理に当たらせる。待て、バーナード！人造フェンサーの舞台が行く手を。旦那、さすがにこのままやったらまずいね。早くいつもみたいな調子に戻ってもらわな、ワイらだって連携でけへん。そん
できねえもんはできねえんだよ。タイロンを叩けた。さすがにこの状態が続けば仕方ありませんね。このままだと死ぬのも時間の問題でしょうし。ブルール、あれできるかい。今のも二人なら。でもいいの。死ぬよりはマシだね。お前ら何を言ってるんだ。何なのこの歌が。いつもと全然違うわ。マリアノ様、この歌怖いです。暗くよどんでて寒気がするような。ファング君、アリンさん、二人の目から正義が消えた。オーラ、ブルーラ、アンさんら一体何をしとるんや。フェアライズ。さ、これで何の問題もありませんね。戦闘を再開しましょう。整いました。戦場に響かせます。俺様の番だ。強くなったぜ。やったるで。アタックエフェクト。オーケーです。痛い目見るで。強なったで。見せます。アタックエフェクト。全力で突撃。僕だよ、ね。一生懸命やります。なめないでよね。よく見とけ。アタックエフェクト。顔を振り締まりなさい。断罪します。アタックエフェクト。逃げ場はない。私の番。今は小さい未来。問いかけ出した僕ら。時をどこへも。早く。
とな。アタックエフェクト。負けそったら痛い目見るで。手抜いたらんで。
たびれたよ。しっかりして。やっちゃうぞ。静まる空が月よ、喉に風与えた祈りよ、エフェクト。断罪します。サクサクっとな。
僕だね。アタックエフェクト。かくれんぼは無駄。ステージ準備整いました。から正義なのです。ファイガ。はい、何でしょうか。正義会の本拠地はここで間違いないのか。そのはずなんですけどね。まるで人の気配がない。正義会も軍隊のような精鋭を揃えていると聞いていたから出迎えがあると思っていたのだがな。そんな野暮なことはしませんわ。何者だ。ようこそいらっしゃいました、バーナードさん。私はジュヌーンと申します。少々この正義会のお手伝いをしておりますの。妙だな。私がここに来た目的を知っているのなら敵対の意思を見せてもいいのに。とんでもございませんわ。探し物はこの神器の宝石でしょう。私あなたの思想に感激したのでお力を貸そうかと思いまして、包紙まで持ってお待ちしていましたの。ほう、おとなしく宝石を渡すと。だがよく知りもしないものから施しは受けないことにしているのでな。無理もありません。信用できないのは当然ですわ。ですからここは私の方からバーナードさんに一つ重要な情報。聞かせてもらおうか。ティアラという娘、あれは邪神の血を引いたものですわ。あら、やっぱり無反応ですわね。どこかの誰かに脳をいじくられてるみたい。でも安心してくださいバーナードさん。さ、私の声に耳を傾け。ティアラという娘は、ティアラという娘は邪神の末裔ですわ。なぜ私は今までそのことを忘れて。あいつらの仕業か。正気に戻って本当に良かったですわ。お前の目的を話せ。まあ、座ってワインでもいかがですか。何も入ってはいませんよ。こちらはドルアールで作られた新作のワインですの。このワインの売り出しにドルファに協力していただけないかと思ってお待ちしていましたの。バカな。目的はそれだけだと。ええ、そうですわ。もしご協力いただけるなら新規の宝石は差し上げますし、今後私があなたのお力になりますわ。ここでは大きな声では言えませんけれど、邪神を復活させ女神を滅ぼしたいというあなたの思想にとっても興味がございますの。いいだろう。後日改めてドルファへお招きする。ああ、必
感謝いたしますわ。ではこちらのワインボトルを皆様で試してみてくださいまし。新規の宝石は契約の際に。いいだろう。なんとか全員倒せたようだな。そうですね、増援の気配もありません。退避するなら今しかないですよ。待ってください、まだ新規の宝石を手に入れてないのに。キュッキュイ。無理だよティアラちゃん、君にだって分かってるはずだろ。すみません、戦いは終わりましたからね、戻してあげないといけませんね。ラララララ。ん？なんだ？何がどうなった？バーナード…あれ、私…ファング君とアリンさんが普通にフェアライズできない状態でこれ以上進むのは困難だと判断します。先ほどのような強制的な干渉もさせたくありません。そんな怖い顔しないでくださいよ、あれはあくまで非常手段ですから。ファング君たちに起きている問題の原因は後で特定するとして、今は町へ戻りましょう。おい、でもそれじゃあ。いいんです、いいんです、ファングさん。何があっても彼の願いは